大井町方面入り口ホーム、小山台駅は、東京都世田谷区とどろき五丁目にある、東急電鉄大井町線の駅である。駅番号は、OM12。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。改札口は、二子玉川、溝の口方面のホームと、大井町方面のホームに、それぞれ1カ所ずつある。この2つのホームの改札内での移動はできず、 片方のホームへ行く際には一度改札から出て、踏切を渡ってから、また改札に入る必要がある。なお、どちらのホームにもトイレが設置されているが、車椅子対応のトイレは、大井町方面ホームのみ設置されている。2009年夏頃には、待合室が、秋頃には東急では、初となる、スレッドラインがホーム上に設置された。 スレッドラインは、急行電車通過時のみ稼働して隠滅するようになって、いたが、2016年夏頃にホームドア設置に伴い、運用を終了した。2014年に、東京都市大学世田谷キャンパス前という、施設案内看板が、ホーム駅名標に掲出された。2020年度の1日平均乗降人員は19,088人で、ある。 近年の1日平均乗降乗車辞任の推移は、下記の通り。最寄り停留所は、小山田駅となる。以下の路線が乗り入れ、東急バスにより運行されている。ありがとうございます。